王子、遅いですよ。さあ、悪い竜なんてガーンと懲らしめてやりましょう。お前、そればっかだな。いいだろ、別に。見せろ刃！
回復です。出てこい悪い龍明。王子、ここは手分けして町の人たちから話を聞きましょう。ガーンと懲らしめてやるぞ。しばらくしたら酒場で落ち合いましょう。ほら行くぞ。どこ行くんだ。せっかく準備しても船がないんじゃ実行に移せないでゲース。ほんだ御さんでゲース。聞けよ。びっくりしたでゲース。僕も。どうしたんですか。聞いてほしいでゲースよ。私はサーカス団の団長をしているズールというものでゲース。この町に巡業することが決まった途端、例の竜騒ぎで船が出ないでゲースよ。商売上がったりでゲース。サーカス？
キキキ、うちのサーカスはそんじょそこらのサーカスとは違うでげす。とりわけ黒ライオンの出し物は超目玉でげす。見なきゃ一生後悔でげ。へえ、早く船が出るといいですね。僕もみんながサーカスを見れるように頑張りますから。キキ、頑張る？ピエトロ王子！すいません、僕は用事があるのでこれで。サーカス楽しみにしています。今の人、王子とか言ってただけですけど。なんだなんだ、ピエトロ王子を知らないのか。ああ、そうか、異国の人ならしょうがねえかもな。なら、覚えておいても損はない。いいかい、よく来てな。ポロクロイスに災いあるとき、王子ここにあり。この世の平和を守る者、ポポロクロイス王国は史上最強最高の王子、ピエトロ王子とはあの方のことさ。キッ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 、はは、悪者ども、ちぎってわらげ。あの、聞いてる？今、何か聞こえませんでしたか？出てこい、悪い龍明。この声は、もしかして。あ、にゃーっか、はあ、ダメでござる。情けない。白騎士さん、誰かが拙者を呼んで。
いやいやいや、こんなところに人がいるはずは。白フィスター！ ああ、この声誰でござったかな。ものすごく懐かしいでござる。白騎士さん、僕です。ピエトロです。ピエトロ？ピエトロ、おお、そうでござる。ピエトロ殿でござる。ああ、懐かしいでござる。あれから5年さぞや大きくなったでござろうな。大丈夫ですか？今助けますから。ああ、申し訳ないでござる。ピエトロ殿に助けられるのはこれで何度目に。なんと！ピエトロ殿！そこにいるのは本物のピエトロ殿でござるか？お久しぶりです、白騎士さん。今岩をどけてますから、もうちょっと辛抱してください。いた！ピエトロ殿、大丈夫でござるか？ああ、見えないでござる。いたたたた、大丈夫です。小石が落ちてきただけですから。よかったでござる。しかし何も見えない、イライラするでござる。白騎士さん、今度は上の方の岩から溶かしてみます。ピエトロ殿、あまり無茶しなくてもいいでござる。これくらい大丈夫です。ピエトロ殿、もう我慢できないでござる。白騎士さん。ピエトロ殿。おお、ピエトロ殿でござるか。おお、立派になって。結局自分一人で出れたんじゃないか。そうだな。なるほど、ピエトロ殿たちも竜を退治しに来たのでござるな。それなら話は早い。早速。待ってください、白騎士さん。竜にも悪い竜と良い竜がいるそうなんです。ここは慎重に見極めた上で行動しましょう。ピエトロ殿、大きくなったでござるな。本当に、あ、いや、全くもってその通りでござる。さあ、奥へ行ってその竜の正体を調べるでござるよ。竜？こ怖い！うわあ！ごめんなさい！仕方ないでござるな。でかいでござる。あそこ。助けてくれ、神殺されちまう。なのに、いたた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 な、ナグロさん。待って、シロキさん、あなたの家を勝手に壊してしまったことは謝ります。でもその人を許してあげてください。悪気があったわけではないんです。そんなことはいいから、早くこの竜を殺してしまうのに。死んじまう。なのに、あたた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 た、痛い、本当に痛い。もういいでしょ。その人を離してあげてください。こんなの予定にないのね。こうなったら、
ピエトロ殿、様子がおかしいでござる。気をつけるでござるよ。ピエトロ殿、仕方ないでござる。戦うでござるよ。今でござる、ピエトロ殿。いやければ手を出さないと思ったのに、とんでもない目にあったのね。来た。これで竜の国へ。うひゃ。これは一体、ナグロさん。まだわからないようなのね。ミーの変身はさすがなのね。ピエトロ殿、こやつナグロ殿ではござらんぞ。さすが人間、今頃気がつくなんて大バカなのね。貴様、一体何者でござる。そんなにミーのことが気になるのね。そこまで言うなら見せてあげるのね。これがミーの姿なのね。プリティーボクシー様と呼ぶのね。なんと、貴様人間ではござらんな。ミーを人間のようなゴミと一緒にしないでほしいのね。それじゃあ僕が倒してしまった竜は、一時はどうなるかと思ったのね。しかしこんなこともあるかと用意したこの毒針。ミーの才能が怖い。じゃあ僕はそう、ミーの作戦にまんまとハマって大地の竜を倒したのね。許さない。僕は絶対お前を許さない。許さない？ミーを許さない？人間がバカ？待て、どこに行くつもりだ。うるさいのね。ミーは忙しいのね。お前の相手はこれで十分なのね。待て。竜の剣を。ジェソロ殿、これを。
く斬り。いや、炎の牙。ダッシュ斬り。トロ殿、僕は大変なことをしてしまった。いい竜だったかもしれないのに。辛いでござるな、ピエトロ殿。ピエトロ殿、ピエトロ殿、こっちに来るでござる。ここは…ピエトロ殿、これを。卵…それじゃあの竜は…生まれるよ、白騎士さん。なんと。頑張れ。ほら、もう少し。頑張るでござるよ。頑張ったでござる。こいつは偉いでござる。ガボガボガボ。しかし変な鳴き声でござるな。ガボ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 。うわ、どうしたでござるか。白騎士さんを親だと思って。そうか、僕はこの子たちの親を、お母さんを、ごめん、ごめんよ。僕はなんてことをしてしまったんだ。
そうですか。ダボ！ダボ！しっ、静かにするでござる。ピエトロ、大切なお話があります。私の部屋へいらっしゃい。母上。父上。うわ、行ってきなさい。まったく、お主がうるさいから、サニア殿が気を悪くしたでござるよ。ですよ。エレナは竜族なら子供の時に必ずなる病気にかかってしまっただけです。そう、よかった。え、兄様、エレのこと嫌い？え、そんなことあるわけないじゃないか。大好きだよ。でも兄様、なんか悲しそう。違うんだよ、これは違うんだ。辛い思いをしましたね、ピエトロ。いいですか、ピエトロ。これからあなたにはもっともっと辛いことがあるかもしれません。でも負けてはいけませんよ。どんな時にも私はあなたのことを思っていますからね。エレナだよ。ありがとう、エレナ。ありがとう、お母さん。ピエトロ、あなたはあなたがしてしまったことに対して責任を取らなければなりません。はい。あなたが倒してしまった竜、それは地底に暮らしていることから大地の竜に間違いないでしょう。大地の竜は地上を司っています。それを倒してしまったということは、作物は育たなくなり、土地は荒れて、地上からの恵みは消え、やがて大地は腐っていくことでしょう。そんな、僕はなんてこと。竜の国へお行きなさい。竜の国？そう、私の生まれ故郷、竜の国へ。そこにいらっしゃる竜の国と竜族すべてを滑る竜の王、老竜神様にお会いして許してもらうほかありません。でも竜の国にはどうやって？竜の国はここよりはるか北西にあります。普通の方法では。そう、森の魔女ならギルダさんなら力を貸してくれることでしょう。大地の竜の卵も彼女にお預けなさい。ギルダさんに預ければフローネルの森の魔法が竜の卵を守ってくれることでしょう。はい。本当は私も一緒に竜の国へ行ってあげたいのですけれど。母上はエレナについていてあげて。母様、エレは大丈夫だから、兄様と。ありがとう、エレナ。でもこれは僕がやらなくちゃいけないことなんだ。僕は自分の責任を果たさなきゃ。大きくなりましたね、ピエトロ。行ってきます、お母さん。頑張って、兄様。